その体験したのは小学校5年生の頃、うん、まあ春先のね日曜日の話ですよ、うん、その日普段、つるんでる友達の都合が合わなくてね、うん、せっかく休みなのに何しようみたいになってたんですよ、うんうん、で当時中2だった兄貴がいたんですけども、うん、兄貴の友達の Y さんっていうのがね、うん、兄貴を誘いに来たんです、はいはい、でこの兄貴と Y さんは中学校でこうね野球やってたんですよ、うん、で部活で野球やっててバッテリー組んでたんですよね、うん、ちなみに Y さんピッチャーらしくてね、うん、で兄貴はキャッチャーで、うん、でなんかの都合でこの部活の練習がない時もちょっとキャッチボールしとこうぜみたいな、うんうん、感じで仲良かったんです、うん、で、まあ、この2人が出ていくってあキャッチボールするんだろうなみたいな感じで、うん、じゃあついていくわみたいな、はいはいうん、ついていったんです、うん、でいつもこの2人公園の設置されたなんかこうちょっと多目的広場みたいなとこあるじゃないですか、うんうんね、そこでキャッチボールしてたらしくて、うん、で、その日あの瀬戸物市みたいなイベントが開かれたんですよ。ちょっとしたバザーみたいな、うんうん、おいでさらに日曜日なのでちっちゃい子供たちがね遊具で遊んでるから、はい、ちょっとキャッチボールできへんなっつって、うん、でちょっと道路近くの隅っこの方でじゃあちょっとやろうかみたいな、うん、でやってたんですよね。で最初は緩い感じのこうねボールこうキャッチボールしてたんですよね、はい、鳴らしでね、うん、でちょっと時間経ってきたらちょっと早めに投げたり、はいはい、ちょっとカーブとか、ねうん、スライダーとか投げるね。パーンすごい豊富ですね。パーンナックルナックルも投げんの。スピリットフィンガーボール、いや SFF 投げれる。スピリットフィンガードファーストボール早く落ちるフォーク投げないからキャッチボールなんだからね、こうね、こう投げる前にちょっとね、こう撫でて、こうボールをこうやって。いや、それ誰だっけ、それやってた人。あの復帰した桑田です。いや、復帰した桑田の件分かるか、俺も。確かに桑田真澄投手は SFF 投げてたけど。桑田の話です。やっぱそうだったんだ、そうだったんじゃないよ、これ。キャッチボールをしてたんでしょって。じゃあキャッチャー山倉かって話になってくるでしょ、それだったら。わかんないんだから、ここ。普通のキャストレートでしょ、ふわーって山なりの7回に山倉にデッドボール当てたら乱闘になりますからね。あ、これ張り切りスタジアムなの。何の話だったんだ今。これ張り切りスタジアム忠告されたからと思ったら裏技の話だったこれ。ファミスタと並んだ名作と言われてる。どうでもいいんだよ、そんな話は。どうでもいいんだよ、そんなことは。ふざけんなよ、マジで。キャッチボールしてたんでしょ。そう、はいはいはい。で、そのね、僕としてはですよ、うん、ね、カーブとかスライダー、うわ、すげーってなるわけですよ。もちろんもちろん。兄貴たちすごいみたいになってて、はい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 、で、その時に Y さんがね、うん、次、ハブボールって言って。え？何ハブボールって。魔球じゃないですか。これハブボールなんですけども、うんうん、こう指をね、こう2本こう突き立てて、うん、こうね、握りを見せてきたんですよ。何これ。ちなみに、うん、このあのハブボール、うん、渡るがピュンって覚えてます？ああ、いや、まあまあ漫画、ちょっとだけは分かりますけど、これね、あの渡るがピュンに出てきたこの渡るがですね、うん、あの投げる魔球なんですよ。ホップする変化球。へえ。で投げるとそれ知ってたの、うんうんうん、いやそれ漫画のやつじゃないっつって、うん、マジで俺投げれんだよっつって Y さんが言うって、うん、で、うん、いやいや、ちょっと待って待って、サンキーはね、うん、本当かお前っつって、うん、そういうね、もう、はい、ね、楽しいやつですよ。めっちゃ分かる、そういう雰囲気。でハブボール投げるんですよ、 Y さん、うん、でこの Y さんが投げたこのハブボール 5m 先の地面に当たると見当違いの方向にピョンって飛んでいってね、で照明の柱に直撃したんです。で公園横の車道でワンバウンドして向かいの藪に入っていってもうた。らららで、兄貴がね、みたいになって、どこ投げてんねんみたいになったんですよ。どうすんだあれみたいな、ね。で、あららみたいな感じで眺めてまして、うん、でどうすんだよお前っつって、うん、兄貴がめんどくさそうに言うとね、うん、割りっつって、うん、取りに行かないとまずいんだよなっつって、うん、Y さんの声は意気消沈みたいな、めんどくせえみたいになってて、ふざけてやってた流れで、ね、うん、で兄貴にそこで待ってろと言われて、うん、自分は兄貴たちの様子をその場で見てたんです、うん、で2人はね、その道路を越えて道路脇から人のせいぐらいの落差をスルスルと降りていってですね、うん、そっから小山の藪ね、うん、こう見ながらですね、下にあるんですけど、こう手探りみたいな感じでそこに入っていくんですね、うん、はいはい、あ、めちゃくちゃ面倒くさいんやなっつって、だから嫌がってたんやと、うん、はいはい、で兄貴たちは手探りでこう下向きながらね、うん、こう行くわけなんですけども、うん、自分はね、なんでそんな近くから探して、まあ、探し始めているのか不思議にちょっと思ってたんですよね、うん、うん、で2人見てたんですけども、うん、しばらくして気づいた、ボールが飛び込んだあたり、そこちょっと見てみると、うん、人間大のてるてる坊主みたいなのが立っとるんですよ。え？
どういうこと、うんうん、で兄貴たちはねこう、うん、手探りで行くわけなんですけども、うんね、気づいてないのかなみたいに思ってさ、テルテル坊さん、テルテル坊さん、兄ちゃんっつって変なのがこのボールが行ったところに何か立ってるよっつってね、うん、教えてあげたんですよね、はいはい、そしたら2人とも一瞬ピクッつってこう動き止まってんの、うん、ですぐに Y さんが慌ててケツを変えながら藪から駆け下りてきて、うん、やばいやばいやばい顔見た顔見たっつってんですよ、うんねうん、でビビった表情で駆け抜けていったんですよね、はい、で10秒しないぐらいで兄貴がね鼻血出しながら駆けつけてきて、おいおいおいで Y どこ行った Y どこ行ったっつって、うんうんうん、キョロキョロしてるんですよね。で右手にこう周りの草ごと引き抜いて取ってきたらしく、こう雑草の束にこう絡まったボールを持っててですね、で慌てて、なんかこう無理やりこのボール掴んできたみたいな感じがするんですよ、うん、ワイどこ行ったよっつって、うん、でこう兄貴聞かれたんですけども、うん、こうねワイさんの走っていった先をねこう兄貴に教えてあげたんでね、うんうん、そしたら兄貴がこう慌ててその方向走っていった、うん、もうこの状況ってちょっと一連わけわかんないんですよ、うん、何この状況ってでトボトボとこう兄貴の後追いかけていくんですよ、ね、で公園を抜けたところにある市民会館の裏、はい、ここに兄貴とワイさんがこうねなんかそこに着いたらちょっと揉み合ってるんですよ、うん、2人で、どうしたの。そしたら、うん、この揉み合ってるねこの2人こう見つけた時にどうしたのってなって、そしたら Y さんがね、うん、痛い痛い痛い首が折られるっつってでこう頭抱えながら言うてるんですよ。で兄貴は必死にその手を剥がそうとしてるんですよ。だから揉めてるわけじゃなかった。なるほど。で兄貴がね、うん、おいっつって Y の手引っ張れっつってお前ちょっと手伝えって言うんだよね、うん、で兄貴を手伝って Y さんの手剥がそうとしてるけどもう剥がれないんですよ。めちゃくちゃ強いんですよ、で Y さん自分でね首を前に折ろうとしてる感じがする。やばいね自分自身、ね、でなんかこう自分で痛がってんのに、うん、やめようとしてないそのなんか感じがすごいちょっと気持ち悪いんですよ ね。でおじさんがふわっと通りかかってきて「いえ喧嘩か!」みたいになってて、はいはいはい、ちょっと止めようとするんですよね、うん、で兄貴が「おじさんおじさんおじさん!」っつって、うん「こいつおじぎ見た!」え?「おじぎ見た?ね」ね、そしたら「うん、ちゃったのか!」っつってこうね、そうね、こうね剥がそうとしてくれるんですよ、うんうんうん、で右手おじさんが引っ張ってで左手を兄貴と二人でこうね引っ張って頭から剥がした、うんはい、でもめちゃくちゃねこう恐ろしくこうもう力強い感じでやっとると、ほい、うん、で、無理やり剥がしたままでおじさんがね散歩してる60ぐらいのじいさんにまた声をかけるんですよ、うん、でその人がね Y さんの頭をですね前から抱く感じで捕まえると、うん、ね行こうっつって、すぐ近くの神社まで運ぶんですよ。神社出た。で頭を前から抱きかかえられたねこう Y さんなんですけども、はい、こう首を前に折ることはできなくなってるんですが、うん、じいさんは Y さんの頭と腕に自分の腕を挟まれているので「痛い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 」みたいになってるんですよね、じいさんがね、うん、で神社着いてで神主さんがこう手伝ってくれて大人3人で社の奥に運んでった Y さん、で自分と兄貴は手と顔を洗ってから、はい、で、Y さんの親を呼んできなさいって言われて「分かりました」うん、言うて。で、でもねこう兄貴がねあの呼ぶのは兄貴がすると、うん、でお前はちょっと家に帰れと、はあうん、もうお前は帰っていいっつって、そうなんだ、だからもう帰ったんですよ、うん、だからその後はねこう兄貴に聞いた話になります、はいはいはい、兄貴が Y さんの両親呼んできた、うん、で神社で Y さんの両親と神主さんに何があったか説明してた、うん、そしたらこうねあの Y さんの親父がちょっとなんか聞き間違えたかなんかで、うんはいはい、お前のせいかみたいになって、うん、ニューンって殴ってきたんですって、いやなんでみたいになって、うん、でそれ以来兄貴が Y さんの親父の話をするときは、うん、Y のアホ親父っていうぐらいね、あそれぐらいね意味が分からなかったんですけど、はいはい、その一連はね、うん、僕も今読んでてちょっと一連の意味分からないです、まあ、お父さんの右服が来たっていうことは分かりました、意味が分かんないんですよ、はい、でカンヌさんの話では、はい、あの山に Y が呼ばれたから兄貴は別に悪くないと、むしろ兄貴と自分はですね Y がその何かに取られるのを防いだから感謝しろバカタレがと、その Y の親父怒ったんです。神主そうなんだ、ね、で普通は一人で呼ばれるから助からないことが多いんだけども、はい、Y さんは兄貴を誘ったり大人たちに助けられたりとこう、ねうん、運が良かったんだよお前と、うんうん、なるほど、うん、で兄貴は Y さんを助けたもののボールを取った時に手のひらこう草で切るわ、はいね、こう山から逃げ出す時に、うん、なんかこうねもう膝もすりむくし、うん、もう鼻も打ったりしてもう散々だと、うん、で Y さんの親父に殴られるわ、ね、もういいことがなかったと、うん、でまあまあまあ呪いやたたりがあるわけではなく無事だったからよかったねっつってねやったんですけど、 Y さんは神社でお祓いも受けたんだと思うんだ、うん、
うん、でその後は市内の総合病院にしばらく入院してた、うん、で首はヘルニアになる寸前で軽度の肉離れがあって、はい、で上半身こう腕とかね複数箇所こうねなんかこういろいろな症状出てるんですよ。うちにとかいろいろあって、はい、で退院後は妙なことはなかったし Y さん今でも元気に過ごしてますと、うん、もちろん自分も無傷なんですと。なるほど。ただそのお辞儀ってなんやねんっていう、そういえば俺のじいさんの葬式の時にこんなことがあった、うん、ほとんどが母親からの伝聞だから実体験ではないと、うん、式自体滞りなく進んで無事に終わった。通夜が終わると集まっていた親戚たちも帰って、でじいさんの子供たち、うん、まあ、俺の母親とおじさん2人ですよね、うん、が酔っ払った頭で香典の勘定していたと、うん、すると洗い物をしていたおじの奥さんがやってきて、うん、あなた拝ませてほしいという人が来てるんだけど、母親とかも酔っ払ってたけどもさすがにこの時間に来るかねとちょっと不審に思ったんですよね。でまあまああのね拝むふりして、うん、香典泥棒しに来たやつなんじゃないかみたいな。あーなるほど、うん、ちょっと酔っ払ってたけど、ね、そういう風なアンテナだけは張ってて、はいはい、でおじさんたちもねこう酒も入りつつちょっと動転もしていたのかと、うん、せっかく来てくださったのに失礼なこと言うんじゃないよと、うん、で香典は閉まってね、で男2人いてるからなんとかなるやろっつってその男あげたと、うん、はい、で母親に聞くと男の風貌ははっきりしない、とにかく男であることだけは確かだ、うんうん、で中年であったような気もするし、また老人であったような気もすると、うん、また服装も行き帰りで違ってたな。え？印象深かったのは、うん、とにかくその男の体が臭い、あ、匂い、うん、生臭い匂いするんですよ、はい、しかも魚のね、で男の人相覚えてないんですけど、うん、ずっとニコニコしてる、笑顔なんですか。しかし母親は笑っていたのになんか感じが悪くて不気味、うん、男は仏間に入るなり線香を消してくれませんか、ちょっと変なこと言うんですよ。なんで、うん、失礼なやつやなと思う、うん、そうね、うん、まあでも、せっかく来てくれたから、まあまあまあ、とりあえず線香を消してあげて、うん、そしたら次男がね、はい、私と仏様を二人きりにしてください、うん、お前香典泥棒やろって、ね、取りに来てるんだろこれ、え、うん、でもまあまあまあとりあえずね、うん、見張っときゃいいやつって思い通りにさせてあげたと、はい、で襖閉めて、うん、で隣の座敷からこう様子を伺ってた、うん、普通やったらねまあまあね、その信じしてる例えばこう南無法蓮華経とかね、はいはいはい、生阿弥陀仏とかね、うん、こう言うのかなと思ったけどそんなね読経のね、これも聞こえてこないんですよ、うん、何やってんのだから怪しいなと思って、はいはい、うん、で仏様がこうね傷つけられたらね、うん、大変じゃない、なんか、ね、もしかしたら憎んでてさあ、ね、てめえみたいな、やりかねないね、かねないから的にも、うん、そしたら異様な光景広がったらしいんですけども、はいはい、その男がね、うん、仏様の顔の鼻先に自分の顔を近づけて、うん、ニコニコさっきの笑顔を浮かべながら、うん、なんかブツ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 つぶやいてるんですよ。はい、はい、でそれね、うん、母親が言うにはですよ、うん、その男どう見てもですねそのままじいさんに触れようとしているようにしか見えなかったと、うんうんうん、しかし決してその仏様に触れようとはしない、うん、普通やったらねこう顔近づけてるからちょっと体触れてしまいそうやけど、いやいや、そうですね、そんなこともしないんですよ。そしたら男のね、うん、つぶやき徐々に徐々に大きくなっていくことに気づいたんです、うん、それ何言うてたかっていうと、うん、この顔近づけながら胸胸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 胸怖いって、ずっと胸って言うとると、怖いねこれは、はい、ね、はい、でも顔ニヤニヤしてるんですよ、やる。でもさっき言ったじゃない、そのニコニコしてるけど不気味なの、うん、それなんでかって言ったら、うん、なんか怒ってるように見えるんですよ。そうなんだ。そうニコニコしながら無念って言いながらなんか怒りのこのオーラを身にまとってるというか、これは気持ち悪い光景ですね。もうそれ見た瞬間にめちゃくちゃちょっと怖くなってきたんですよ、もうね、はいはい、でしょう、うん、で襖をピシッ閉めてね隣の間で一心にお経を唱えた、うん、そしたらいきなりパシッって襖が開いて男がね、ありがとうございました今日はもう帰らせていただきますねってそそくさと帰っていった。ちょっと
でホットさんのもつかの間ですよ、はい、仏さんに何かあったんじゃないかって、はいはいね、バッて入って、はい、で棺桶確認したら棺桶の外側、はい、無数の爪痕が残ってた。で、うん、もっとびっくりするのが、うん、周りに大量の獣の毛が落ちてたんですね。しかし仏様には爪痕も残ってないし仏の毛も一本もついてないんですよ、うん、ね、でなんやこれみたいになりながらこう慌てて掃除した、うん、で翌日坊さんが来た時に、うん、ね、こう家入るなりですよ、うん、獣臭いのここって言うんですよ坊さんが。おー、なるほど、わかるんですよ。念のために仏様の部屋で香を焚いておいてよかったわいって言うんです。なるほど、はあ、で昨日の出来事は現実だったんだってそこでね思った、うん、夢じゃない、はい、酔っ払ってたからじゃないって、ね、思ってゾッとしたんだ、はい、で俺はそんなことするのは狐の類じゃないかってお母さんに言ってみたんです、うんうんうん、アホっつって、そんなせえへんわ狐さんはっつって、うん、うちじゃ祭っとらんがな、稲荷さんの悪口言うたらあかんでって怒られたんですよね、はいはい、じゃあ何なんだっていうね、うん、そんなことしてくるのは、うんうんうん、っていうね感じになったんですよ、はい、そしたらお母さんが急に黙り込んで、うん、その日無視されたの、口聞いてくれなかった。でその男は何だったのかは未だにわからないが、俺の話はこれだけなんですってここで終わってるんですけど、もう謎が謎を呼ぶでしょ。あれは母の実家から帰る途中の出来事、うん、母の実家 G 県の田舎で夏はキャンプ冬はスキー、まあまあそんなね、まあアウトドアするような人たちが、うん、来るような山の中ですよ、うん、でお盆の時期になって母がですね祖父の家に帰るらしいから3人で車に乗って出発したんです、うん、久しぶりのこともあってか祖父は大変嬉しそうに迎え入れてくれた、うん、で一泊して自分たちの家に帰る日の夜です、うん、祖父がこう月を見上げながらこういうこと言うんですよね。ケイコ、もう一泊してかんか。わしゃ心配や。山道暗いしな。でもね、うん、私は弟が明日友達と遊ぶの知ってるんですよ、お母さんは。なるほど。だからね、ちょっと予定があんのよ、つって。でね、断った、うん。まあ今思えばね、その時泊まっとけよかったんです。車の中。はい、私は少し眠たくてぼーっと外を眺めてた、うん、お母さん運転してる、弟は寝とる、でお母さんがたまに声をかけてくれるのも、上の空で返答してたんですよね、うん、で道は山道といってもまあ舗装されててトラックがこう頻繁に通るから、うん、これね、2車線のスペースはあるけども、うん、1車線なんですよ、うん、トラック幅でかいからね、うん、でライトが道路を照らしてゆっくりカーブを曲がると一瞬白いものがふっと見えた、うん、でお母さん聞いた、今なんかいたよね、でもお母さん運転してるからね、うん、怖いっつってやめてっつって、うん、怖いからっつって、ね、でその直後私の中に何か入ってきたのが分かった、一瞬寒気がして、うん、で酒に酔ったかのような視界ぐるんぐるんすると、でまともに口が聞けなくなってきて体が動かない、あ、やばい、口にした瞬間に後ろですって気配がする、で弟が起きてるんです、ね、うん、助けを求めようとするけども体が動かない、うん、で目線だけをこう送ってると弟が急に背中を反り返してうわーって言ってくるんですよね、バイ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 、まるで動物の叫び声、うん、そして私はすっと体が楽になって弟を改めて見てみると、弟から獣の匂いがして目見開いてよだれ垂らしてうわーやばいって、お母さんの方を見ると泣きそうな顔で弟を見てる、うん、で車も止まっててね、でお母さんこう外に連れ出したんです、うん、怖いから、うん、で近くに民家があったので助けを求めたんです、はい、そしたらねその近所の人がどうしたっつって、うん、ヤマメにやられたのか、いいですね、いきなりのヤマメにやられたのか、いいですね、年配の方が言うんです、なるほど、年配であればあるほどいい、で年配の方がヤマメにやられたかの後に、うん、坊さんを呼んでこい、最高の流れじゃないですか、私の記憶はそれまでなんです、ほう、意識を失って気づいたら病院、うん、3日間寝てたらしい、うん、お母さんが先生を呼んで、で外出許可が出た、弟のことは怖くて聞けなかった、うんうん、でも気がかりになって病院の外に出た時にお母さんに聞いてみたんですね、うん、あのさ剛は、うん、聞いた瞬間に今まで笑顔やったのに笑顔が消えてね、うん、誰それ、え、子供はあなただけでしょって言うんです、え、で急いでね、うん、おじいちゃんに電話したんですよ、
ね、おじいちゃんの家から帰ってきてるから、うん、そうだよ、おじいちゃんお母さんが変なんだよ、うん、強しがいないって言ってるんだよ、うん、そしたらね、おじいちゃん途切れ途切れ泣きながらこう言うんですよ、うん、ある時止めておけばよかった、わしは稽古を強しを、で1ヶ月後退院許可が出たんですね、はい、それと同時に母との別れとなった。おまあまあお母さんとですね、はい、弟精神病院の方に入院することになったんですね。そういうことになっちゃった。なんでこんなことになったかはわからない、はい、3年経った今でも月に3回は母に会いに行ってる、はい、しかし弟に会わせてもらえない。その後祖父が自殺して、ますますわからなくなった、うん、でも私は今でも生きている。それだけで十分です。ただ自殺した祖父の遺書の中にですね、娘や孫が吸われた、吸われた、中から吸われるのは苦しかっただろう、うん、申し訳ない、引き止めなかった自分が一番悪い、わしの苦しみで堪忍してやってくれ、そういう風に文が書いてあったのははっきり覚えてる、小さくない村なんだけど、うん、山目のことを村人に聞いてみるとね、うん、みんな話を濁すんですよ、うん、僕はねただ何かあったかを知りたいだけなのに、うん、みんな教えてくれないと、うん、ついでになんですけども病院の看護師さんの話ではですね、うん、3日間寝ている最中に、うん、あの女が入ってくるって喋ったらしいです。以上です。これは本当にあった事件の話で、うん、とある精神病院に隔離された事件の生存者の話なんです、うん、だから細部が本当なのか、うん、狂人のざれ言なのかは私には分かりません。なるほど。しかし事件そのものは実際に起こっており、うん、北海道新聞の過去の記事を探すと大雪山ロッジ殺人事件というものがあるんです。はい、その男は確かにその事件の生き残りであるのも間違いないということは初めに言っておきます。はい、ことの発端は主人公である事件の生き残りの男が札幌市中央区の、うん、とある公園にある古本屋にふらりと入ったことから始まりました。はい、余談ですけども残念ながらその古本屋は現在はないです。もうないね。何気なく男が手に取った本の隙間から、うん、大学ノートが落ちてきた、うん、何か書いてあったので読んでみると、うん、やつが来る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 。めちゃくちゃ書いてあるね。もう自分で命を絶つしかないのか。助けて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 。いっぱい書いてます。気持ち悪い。ね。はい。びっしり書いてあるんで。うん。気持ち悪いってね、やっぱ言いますよ。それ言いますよね。瞬間にね。で店主にね。これ何ですかこれっつって、はい、こんな挟まってあったんですけど、うんうん、ね、店主にね渡したんですよ、うん、そしたら店主がそれ見るなりめちゃくちゃ驚いてるじゃないですか。いやそんなにコミカライズなコミカライズの動き方です。顔も最高でしたけど、あ顔最高ですね店主ってなって、はい、これは売り物じゃないんで、えノートをね、うん、持ってっちゃって持ってっちゃって、でその日は仕方なくその男が帰ったけども、はい、あのノートに書かれていた内容がもうずっと頭から離れなくなってしまった。やつとは一体誰なのか、ノートを書いた人は今も生きているのか、うん、男は次の日も気になって気になって仕方がない、うん、気がついたらまたその古本屋に来てしまっている、はい、そして再び店主に聞いてみるも、うん、まあ、教えてくれないですよね、うん、そうだね、はい、で、それでも気になってね、うん、男は1週間ずっと通い続けた。そうするとねやっぱ店主もねうんざりしてきて根負けするわけですよ。また来たのかと。でいよいよ口を開いてしまった、はい、あんたそんなにこのノートが何なのか知りたいのかい、うん、だったらね8月23日に大雪山の5合目にあるロッジに泊まってみるといいよ。ただし公開しても私は知らないからね。まあ男はねここまで聞いてしまったら、はい、もう取り憑かれたように、まあね、もう行くんですよ。なるほど。で友達4人を誘いまして、はい、5人でその年の8月23日に大雪山のロッジを目指して登山開始、うん、登山したメンバーの内訳は女2人男3人、うん、で女を連れていくんだと
ここいうとこ、ね、私は思うわけ でも危険なことが起きるよ。でもなんかこうね、素早いって言ったらいけないですけど、なんか細かい器用な作業とかができそうとかってそういうことなんじゃないですか、ね、多分 ね、はいはいはい、まあまあまあ、ね、登山そのものは、うん、まあまあ、不可解なことなんて何も起こらなかったんですけども、うん、ロッジに到着しまして、到着したら女2人がですね、お茶の用意してくるねって、はいはい、まあまあ女の子連れてきたね、会ありましたよ、うん、すごいね、気が利いてね、うん、で準備を始める。男たちは2階に登って、うん、で荷物を運んで整理を始める、はい、登山を提案した男は窓辺に座って景色を眺めていた、うん、すると5分ぐらいした後、寝室のドアの向こうから声がする、うん、ねえ開けて、お茶持ってきたよ、うん、お茶の準備をしている女性の声、はい、手にお盆を持っているから自分ではドアを開けられないらしい。はいはい、こうやってね、うん、当然ドアの近くにいたその男がですね、うん、ドアを開けます、カチャ、うん、その瞬間突然そいつの首が落ちた、ゴトン、でも何かがおかしいんですよ、はあ、頭部が長髪の女の顔なんです、はあ、正確に言うと頭部が女なのではなくて、うん、首が切り落とされた男の体の上に生首が乗っているようなんです。気持ち悪い。そいつの首の付け根からは絶えず血が溢れ出している、うん、手には何かを持っているようで、生首女の目は恨めしそうにずっとこっちを見ている、はい、そいつは運を言わさず、荷物を整理するために部屋の中心にいた友人の首も切り落としている。同時に窓際に座っていた男は無我夢中で窓から飛び降りた、はあ、そして命からがら逃げ出して登山道を偶然通りかかった登山者に助けを求めた、はあ、仲間が何者かに首を切り落とされて殺されました、はい、この信じがたい話に半信半疑だった登山者、うん、急いでロッジに到着してみると凄まじい光景に腰を抜かす。入り口を開けて1階に入ってみると女が2人とも首を切り落とされて死んでる。大変だ、うん、その後すぐに警察が出動、うん、生き延びた男は窓から飛び降りた時に骨折していたらしく病院へ搬送、はい、警察が現場検証をしたところによると、うん、4人の遺体の切断された切り口があまりにもこう鋭くて、はいはいはい、鋭利なものにスパンといかれてるから、うん、出血もほとんどなかった。警察はどんな凶器を使用したのか全くわからないと首をひねるばかり、うん、そして不思議なことに犠牲者たちの首は、うん、一つも見つからなかったそう。そうなんですか。結局事件は迷宮入りしてしまった、はい、病院ではベッドに横たわる怯えた姿の逃げ延びた男がいる、うん、そしてその部屋では看護師が男の点滴を変えている時だった、うん、コンコン、はいどうぞ、うん、でもドアは開かなかった、うん、その代わりに声がする。この部屋に入院している者の母でございます、うん、実は荷物を持っていまして、申し訳ないですが開けていただけないですか、うん、男の母親の声なんです、ね、なるほど。が母親はですね、うん、単身赴任の父を訪ねて東京にいるはずなんです。お今いるこの場所旭川なんです。はいはい、こんなに早く母戻ってこないだろうと、うん、そもそも誰が連絡したのか、うん、この時男はその不自然さに気づく、うん、はい今開けますね、ナースが、はい、看護師さんが扉の方に行くんです、うん、ダメ、絶対に開けないで。やっぱ怖いよね。声を上げようとした瞬間に、うん、ゴト、やっぱり男が気づいたこと、はい、そいつは自分では決してドアを開けないということ、うん、そいつはどんな人の声も真似できるということ、うわ、そいつはあらゆる口実でドアを開けさせようとすること、気持ち悪い。そして最後にそいつは自分の存在を知った人間を殺すまで追い続けるという。なるほど。男はその時ベッドを仕切るカーテンの中で気絶してしまったので、うんうんうん、助かったようだった。なるほど。しかしそれ以来男はドアのある場所へは近づくこともできなくなってしまった、うん、現在もその男は精神病院の鉄格子の中で大学ノートにこう書き続けているそうだ。あの古本屋で見つけたノートの持ち主と同じように、やつが来る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 。この話を聞いてしまった時、私のところにもそいつが来るんじゃないかと心配になりました。あ、なるほどね。しかしいくら何でもそれはないと思ってます、うんうん、しかしこの話を友人二人にしていた時、うん、話が終わった午前5時です。いきなり家のチャイムが鳴って驚いた。恐る恐る玄関に行きます、うん、おい俺だよ、俺ユージだよ、開けてくれよ。ああ東京に就職した友人の声がする。ああ、さすがにみんな焦って、うん、そっと鍵を開けて、鍵開いてるよ。そしたらね、うん、
お土産たくさん抱えててさ、いや開けれないんだよ。出た開けてくれよ。いや開けてくれよ。それを聞いて全員覚えてしまったんです。友人の一人が機転を利かせて裏口を開けました、はい、でね、友人、なんかドアが壊れてたみたいで裏口開いてるから入ってこいよ、そう言ったんです、うん、今考えたらね、入ってきたらどうすんだっていう話なんですけど、はい、その時はもう無我夢中で ね朝まで友人みんなと布団をかぶって震えたんです、はい、10時頃、うん、友人に電話しました、うん、いや今東京だよ俺、何言ってんのお前。それを聞いて私たちはゾッとしてしまいました。今でも半信半疑なんですが、はい、もう誰かのためにドアを開けるということは絶対にしないようにしています。以上です。これは去年の夏の話です、はい、男友達の企画で合コンをやった、うん、当時俺ら30歳手前、うん、男3人で集まった女性も20代後半。いいですね。いや一般的にいいですね。いいですね案件でしょこれは。だって30代もう30手前 で, 30手前で女性は20代後半ですよ、うん、まあ、もう同い年ぐらいのね。いいじゃないですか。みんな落ち着いた感じなんですって。いいですね。うんね、ザワタミからの歌披露ですね。いや分けんだよ。若いのよ、なんか飲み会のその設定が、はい、うん、はじめまして、どうも、ね、はい、居酒屋行きますわ、はいはい、会話もそこそこに盛り上がって盛り上がったね、うん、で、まあまあ可愛いんですよ、当たりの合コンって書いてある。おお、10時過ぎですね、友達の家で飲み直そうか、お、俺はというとその中の一人を結構気に入っていた、はい、エスニック風なロングヘア、いい雰囲気を持った子なので、もう少し話したいのもあってね、うんうん、友人宅への移動を大いに喜んだんです、はいはい、で材料等を買い集めて支度が整ったのが11時ぐらい、うん、はい、二次会スタートですね。いいですね。友人の家 1LDK、なんです、はい、で多少であれば夜中でもまあ迷惑にならないような立地だったので、うん、飲み屋でのテンションも維持しつつね、はいはい、時刻が1時に差し掛かろうという時間帯でした、うん、家主ではない友人がですね、うん、なあなあ、牛蜜時までさ、百物語風で怖い話でもやんないか、お提案してきた ね夏の定番といえば怖い話、はい、ね、結局みんなやることになったんですよね、うん、でろうそくなんてなんで買ったのか疑問だったんですけども、うん、あ、そいつもともとこれ企画してたんやと、うん、あ、はいはい、だからろうそく買って、うん、最初からやろうと思ったの、ね、コンビニで買ったんでしょうね、はい、なるほど、でこいつろうそく買ってんね、うん、普通ないからね、なかなかね。で俺は怖い話というのは9割が作り話だと思っている、うん、残りの1割はどうにも説明がつかないが、実は別に心霊現象などではなくて、うん、雰囲気に飲まれてしまい心霊現象だと勘違いしてしまう例だと。なるほど、はい、だがその中でも多分だけど本当に説明のつかない事例があると俺は思っている、うん、一つまた一つ、ね、友人たちが話してきます。話がね、うん、で女性たちの話っていうのは、うん、まさしく前者の話、はい、でいざ俺の番が回ってきたんですね、うんうん、俺には小学生の低学年の頃、うん、とても仲のいい2人の友人がいた、うん、1人をやっちゃん、もう1人をよし君、うん、やっちゃんは同い年、よし君は2個上、うん、家も近所で毎日よし君の家で遊んで、うん、でよし君の家の人は仕事でね忙しくて、うん、で毎回自分たちしかいなくてね、毎回お菓子を、はい、もらって帰っては親に怒られて、うん、なるほど、遊んでくれてありがとうねみたいな、はい、もらうんでしょうね、はいはいはい、で、当時の3人本当に仲良しでね、うん、外に出たら子供特有の感覚で新しい遊びを探し出すんです、うん、あえて地名を出しますけども、はい、千葉県市川市の某所に寂れた神社があります。ほう、その神社を中央にして 500m ぐらいの直線の出入り口があるんですが、はい、よし君の家から遠い出口付近に廃屋となった建物がありました、うん、当時の少年たちの間ではその家の話は禁忌とされていて、近づくと呪われてしまう、あ、そうですね、白い服を着た女の幽霊が出てくる、うん、まあまあ今思うとバカらしい噂がそこにもあった、まあ、ね、あ、でも実際そこに足を踏み入れた人たちも多くてですね、うん、勇気を示す場としてね、地元の人たちの間では有名な場所なんですよ、ね、うんうんうん、誰が言い出したのか覚えてないけども、うん、いつの間にか俺らその廃屋へ行って勇気を示さなければならないみたいな話になってて、はい、まあ、3人の間でね、うん、で某日です、そこに俺たちは足を運ぶ、うん、恐怖と子供特有の高揚感、とにかくドキドキしていた、
その廃屋は周囲が全て雑草で覆われており、整理されていればかなりの広さの庭があったんじゃないか、うん、そしてその庭の周りは大きな木々で囲まれている、うん、誰から入ったのか覚えてない、何しろドアがない、うん、覚えているのはやっちゃんがやたらと怖がって泣いていた、うん、異常に古そうな新聞紙が散乱している一部屋があったこと、うん、そういったことを覚えてます、うん、そしてよし君が蒼白な顔でもう帰ろうよ、うん、言ってるね、帰りたかったよね。よし君は年長者だったので3人のリーダー、うん、はい、そうして初めての探検は終わって、うん、泣き止まぬやっちゃんのね、うん、手を引いて、俺らは家へと帰りました、はい、その時泣きじゃくっていたやっちゃんをですね、うん、俺らはおい弱虫ね、言われるよね、これね、だからだと思うんだけど、うん、やっちゃんはもう一度あの廃屋へ行きたいと言い出すんですよ、勇気を示す場な、なるほどね、もう一回行きたいみたいな、うん、俺はその日に限っていとこが家に来てて参加することができなかった、うん、怖かったのもあったので参加できないことラッキーみたいなね、うんうん、事件が起きたのはその日、うん、その廃屋で、うん、やっちゃんの母親が自殺した、首吊り自殺、うわ、目撃したのはやっちゃんとよし君の2人、若いそう、俺が参加していれば目撃者は3人になっていただろう、とにかくどうやって対応したのかわからないけども警察が来て結構な大騒ぎ、うん、正直その話を聞いたのは翌々日ぐらいだったと思うんだけども、うん、その廃屋と俺の家が少し離れていたのもあって、まあ、パトカーのサイレンが鳴り響いた記憶がないんです。そうなんですね。で夏休みっていうのもねあって噂話がここに届かなかったと、うん、それ以来当然というかやっちゃんと顔を合わせなくなった、うん、俺はヨシ君と二人で遊んでいたけどだんだん気まずくなって遊ぶ回数が減っていた、うん、夏休みが終わって学校が始まるもやっちゃんは登校してこなかった、うん、でその頃になるともう学校中に噂広まりきっていてね、うん、まあ、やっちゃんが登校してこない理由はまあ暗黙の了解みたいな、ね、触れてはいけない話、はい、俺は毎朝ヨシ君とやっちゃんと3人で登校していたので、うん、まあ、それからヨシ君と二人で登校することになるんですよね、はいはいはい、うん、でなんかねもうしこりがあるんですよこの二人の間にも、うん、俺らは精一杯楽しくなるように投稿していたと思う、うん、だがある日突然よし君が変わった、うん、投稿の待ち合わせ場所に行ってみると下を向いて俺を待つよし君、おはよう、返事がない、うん、どうしたの、うん、返事がない、でも以前と同じように投稿はするんです。ほう、何が変わったか、うん、口数が異常に減ったんです、よし君、うん、まあまあ事件が関係してるんじゃないかと思うのは、うん、まあ、子供でも間違いなく感づきますよね、うん、で なんでそんな変わったのかっていうのも子供やから聞きたいんですよ。だからしつこく詰め寄ったんですよ、うん、何があったんだと、やっちゃんが関係しているのかと、廃屋が関係しているのかと、はい、しまいには話してくれないならもう絶好だからね、あそこまでいっちゃう、ね、うん、そしたらしばらくポツリポツリと話してくれたんですけど、はいはいはい、こっから先は俺にも真実のほどはわからない、うん、だがよし君がこう語ったんです。先日彼はやっちゃんの姉と同行した、うん、姉はよし君と同い年、彼女からの願いであの廃屋へそのお姉ちゃん連れていた、うん、だが彼女は少し血遅れ的な様子で事の重大さを理解してない、うん、とにかく2人で廃屋へ行った、うん、そして扉のない玄関をくぐる、うん、そこにやっちゃんがいた、うん、天井を見上げたまま、どうした大丈夫か、ちょっとね、うん、気の抜けたような声を出しながら、その視線の先、はい、やっちゃんの母親がいた。当然すでに現場にやっちゃんの母親の遺体があるわけもなくて、そうだよ ね, ね、今起きている状況の異常さによし君はもう逃げ出そうとしたんです、うん、だが後ろにいたそのやっちゃんの姉がよし君の手を引っ張ってね、誰にも言っちゃダメだからね、誰にも言ってはいけない話を俺にしてしまった、俺が絶交するなどと言ったばかり、うん、そして全て話した。よし君は泣きじゃくりながら、うん、どうしようどうしよう泣きわめいている、うん、俺はどうすることもできずにひどいことをしたと思ったんだけども家へと逃げ帰ってしまった、うん、登校拒否児となってしまったやっちゃんはその後どこかへ転校してしまい、それ以来会っていない、うん、そうしてよし君とやっちゃんとの関係は一気に疎遠になってしまったと、うん、それから数年が経ち、俺が高校生になってしばらくした頃、久しぶりによし君から電話があった、うん、小学校低学年の時からまあ数えてもう何年も話していないので、うん、何を話していいかちょっとわからない、はい、久しぶり、挨拶していこう、会話途切れるんですよ、うん、まあまあそうこうしてたらよし君が切り出してきたんですけど、うん、ほうほうほう、この間さ、マリちゃんから電話があったんだよ、うん、うんうん、何マリちゃんって急に、うん、
記憶をねこう思い起こしてこういろいろ考えて、うん、あマリちゃん、うん、やっちゃんの姉だ。でよし君続けるんです、うん、前話したさ空き家のことって覚えてる？マリちゃんがマルメちゃんにあのことを話したの怒ってんねん。つまりね、うん、彼女はなぜかよし君がですね、うん、俺に廃屋で体験した話、ねうん、したこと、うんバラしたこと、なんで絶対に言っちゃダメだよって言ったことを話してるんだっていうことを知っててね、怒ってると。なるほど。どうしよう、マリちゃんめっちゃ怒ってんだよって、うん、何度も何度もね、壊れたテープレコーダーのように、うん、どうしよう、マリちゃんが怒ってんだよ。俺マリちゃんに言わないでって言われたのにさ、うん、どうしよう、マリちゃんが怒ってるんだ。すごい言う。俺マリちゃんに言わないでって言われたのに、うん、繰り返すんです。繰り返しちゃって電話の向こうでね、はい、まあまあ怖いんで ね、うん、ね切りましょう、はい、電話はちょっと、ねはい、そしたら二度とよし君から電話が来ることはなかった。はあ。まあその理由もね後に判明するんですけども、ほうよし君猟銃で頭を打って自殺してるんですよ。なんで猟銃を所持していたかちょっとわからないんですけども、はあ、うちの親が言うにはよし君の親が趣味で狩りをしていたと、うん、でその猟銃使ったと。それを使ってってことか、はい、そうして俺の中での丸々神社廃屋事件は幕を閉じることになる、うん、話し終えてろうそくの火を消すと2時を回っていて、一周して友人が新しい怖い話を始めた、はい、そうやって10個程度の怖い話を終えて100物語風の怪談肝試しは終わって、うんはい、最後の10本目。まあだからといってその真っ暗な漆黒の部屋で何かが起きたわけでもなくて、うんはい、まあまあ、男女3人いてるからね、うんうんうん、もうなんかちょっとエロいことみたいなこともないんです、うんうん、全員が節度を守って理性を保って明け方まで眠い目をこすって起き続け、はい、俺はお目当ての子をどうにか送るという状況までこぎつけた、うん、2人でタクシーに乗って彼女の家の近くまで到着。タクシーを降り、うんはい、そしたら、ね、彼女が少し話したいんだけどいいかな。ほうちょっと期待するじゃない。これはなんだ、実は気に入っていたんじゃないか、うん、俺のことみたいな。でも、うん、俺の意図とは全く別物。えしばらくね、うん、黙ってたんだけど彼女はね、うん、実はさ、さっきの怖い話のことなんだけど、え、うん、で、もう忘れとった、うん、その話したこともね、ね、うん、うん、どうしたの、うん、あの話嘘でしょ。え実はね、うん、さっきまで書き込んでいたその話、うん、9割作り話です。はやっちゃんの両親、うん、健在だし、ははお姉ちゃんちょっとだけ変わり者だけど元気なんです、うんはいはいはい、で廃屋があったのは本当なんだけど、うん、そこで何かが起きたわけでもないし、うん、新聞紙のこう散乱する部屋はあったんだけど、はいはいはい、結局何も起きずに、うん、現在は取り壊されてただの空き家なんですね、はい、ただ、うん、唯一ですね本当のことがありまして、よし君が猟銃で自殺した話だけは本当なんです。そこ本当なんだ。でね、うん、問題なのが、はあ、なんでその話が嘘やっていうのをこの狙ってる女の子が見抜いたかっていうことなんです。あそうだね。だから気になるじゃない。めっちゃ気になるね。え、なんでわかったの、うん、俺嘘つくの下手やからってね聞いてみたんですね、うんはい、そしたら彼女は真面目な顔しながら、うんうん、あの話二度としない方がいいよ。俺がね何も言えずにいると彼女は続けるんです、はあ、君がね話してる間ずっと君の後ろでね嘘つき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 そう言ってる人がいたの気づかなかった。ちょっと太めでテンパの男の子、あれよし君でしょ、はあ、彼めちゃくちゃ怒ってたからもう二度とその話しない方がいい。俺は恐怖しながらも彼女の裏を取ろうとよし君の特徴を聞いてみた、うん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 、が彼女の話す特徴はよし君の特徴とぴったり。へえ。眼鏡かけてて太めで電波で鼻の横に大きなほくろがある。わすごい。そしてちょっと垂れ目の目、うん、まだあったと思うけどもよし君を直接知っていたという可能性を抜いたら彼女の言うこと、うん、本当だと。へえ。もう春だからもうすぐ1年。それまで誰にもこの話は話さなかったんだけども、はあ、2チャンネルに書き込んでみた。なるほどね。よし君は怒っているのか、俺の身に何か起きるのか、現在仕事も何もかもうまくいかずに自暴自棄になって書き込んでみたんです、う
うん、何か起きたんだったらそれはそれでもうどうでもいい、うん、死ぬんだったらありえない現象を見てから死にたい、もうどうでもいい、信じる信じないは任せます、本当の話です、何か起きたらここに書き込むけど、書き込めたらだけどね、以上です。今俺が体験している話、テレビのバラエティ番組を大音量でかけてて、うん、頭が痛い状態なので誤字脱字があるかも。ほうほう。先週の金曜、会社の先輩の大村という男が死んだ、うん、直接現場を見たわけじゃないんだけど、マンションの自室で自分の両耳にボールペンを突き刺して死んでたらしい。うわすごいな。大村自身の手がペンをギュッと握りしめてたっていうんで、うん、警察も事件性は認めずにすぐに自殺と判断した。なるほど。会社の連中はそんな大村の死に様を随分不思議がったりもしていたけども、うん、俺は特に驚きもしなかった、うん、それでも司法解剖、うん、どうしても必要らしくてね、うん、多分大村の体は詳しく調べられたんだと思う、うんうん、分かりきってることを調べるために体をいじり回されるなんてちょっと気の毒だなと思うんだ、うん、すぐに通夜があって同じ課の奴らは課長先頭に連れ立って公共斎場に行った、うん、でも俺だけはどうしても外せない用事があるんでね、うん、課長に断って直帰したんだ。なるほど。周りから見たら不自然だろうとは思ったんだけど、うん、通夜っていうねこう締めっぽいそんな空間がですね、はい、ちょっと耐えられそうにないから、うん、大村と俺には先輩後輩ということとあまり関係がなく仲が良かった、うん、お互いに相手のマンションの所在地を知ったってことを書けばどの程度の仲だったか分かるかなと、うん、なるほど。それね、会社の同僚っていうだけやったら ね、うん、そうね、そうそう、家までは知らないからね、うん、で3週間ぐらい前のあの日も、はい、大村が会社帰り部屋に遊びに来た、うん、俺ら缶ビール飲みながら同僚の陰口ばっかり、うん、2人とも酒を飲むときは会話だけを楽しみたいっていうタイプだったから、うん、テレビもつけてなかったし音楽も流していない、うん、我ながら暗いとは思うんだけども、うん、そのうち買いだめしてやったビールが尽きて、うん、で俺はアルコールがなくてもまあまあ会話が楽しかったらいいって思う ね、うん、なるほどね、派だったから、うん、はいはい、うん、でも大村はそれじゃダメ、あ飲みたい、うんうん、で買いに行こうみたいな、うん、で渋々大村と一緒にこうマンションね、うん、出て近所のスーパーに買いに行った、はい、で店に入るとすぐに、うん、おい何やあれ、うん、ニヤニヤしながら大村が近寄ってくる。で大村がこう指さしてる方向を見てみると、うん、ボサボサの髪の毛を腰まで垂らした女が買い物かごをぶら下げて野菜を物色してる、うん、別にまあまあ、うん、何の変哲もない、うん、買い物客、はあ、ただね、うん、ただ一つ変わってることあげるとしたら、うん、女が大声で笑ってる。笑いながらなんだね。レタスを手に取りながらよっぽど面白いんですかねレタスが。それすらも、はい、俺にしてみれば、うん、何の変哲もないよくある光景だ。ほう。あれ笑い女だよ。え、うん、説明しとくと、ほう、笑い女なんでこのねあの何の変哲もないよくある光景だって言ったかっていうと、うん、はい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 、有名な人物の近所で。あ、そういうことですね。パッと見、はいはい、普通の若い女性で、うん、別にね特筆する点はないんですよ、はい、でもその呼び名の通り、うん、いつも笑っとると。あ、はい、あなるほどね。でまあまあ腰までね、はい、こう髪の毛が伸びてて、うん、痛み切ったボサボサの、まあ、髪の毛でね、うん、こう長い髪の毛の女やなって、はい、ちょっと嫌だなぐらい、うんうん、でも笑ってると。なるほど。いつもね、うん、すごい笑うんすね。でね、はい、なんかこの笑い方も独特であると同時に、うんうん、はい、ずっとこのねよだれがぶ垂れてるんですよね。垂れてしまっていると、うんうん、だからみんなね笑うような期待を、うんうん、有名になっちゃうよね、うん、でそういうの見たらレジ打ちのおばちゃんもねこそこそね、はい、笑うような期待をみたいな、はい、お笑いさん期待をみたいな、はい、なんかいじられてる存在なんですよ。で、まあ、言葉選ばずに言うと気違い風でもあるけれども、うん、笑い声さえ気にしなかったら別に誰に迷惑をかけてるわけでもないから。あ、そうです。まあまあまあ周りはね、はい、空気とほぼ同化、はいはいはい、うん、同じ扱いしてると、うん、
で、まあまあ見て見ぬふり、うん、そんな存在なんですよ、うん、で今になって思ったらその時の大村かなり酔っ払っていたんだと思うんだけど、うん、ちょっとからかってくるわ、え、笑うのに近寄っていった、大丈夫かな、で俺もね酔っ払ってた、よくないんだけど酔っ払ってたんだよ、うん、ね、で大村のこと止めようとしなかった、あ、うん、なあおいあんた何がそんなにおかしいんだよ、まあ大村がね、うん、声をかけるんですよ、はい、けど笑うの無視するんですね大村が言ってきたから、もうなんか喋りかけても笑ってね笑ってるねって笑ってるんです、はいはいはい、でおい答えてみろよ、うん、世の中なこんなに不景気なのに何楽しそうにしてんのお前、うん、バカじゃないの、多分ね、はい、それまでは俺と一緒に陰口を叩くことでね、うん、こうストレスみたいなものを発散してたのが、うん、酔っ払ってちょっと他人に向いちゃったんでしょう、うん、もう関係ない、その女とは関係ない、はい、苛立ちを女にぶつけた、うん、飲んでるとね、うん、でもずっとヒャヒャヒャ笑ってるんですね、ずっとそれの繰り返し、はい、でもうね響かへんからさ、うん、何言うても、はい、でね、こいつつまんねえなって、もう行こうぜって、うん、でその場から離れたんですよね、うん、で俺らはまあまあ、目的のねお酒とこうスナック菓子とこう詰め込んで、うん、で大村はすぐに缶ビールを手に取っていたけど、うん、俺はビールに飽き始めてたから、うん、ちょっとビールはええわっつって、うん、ちょチューハイを選ばせてくれと、はいはい、チューハイ選んでと、うん、そしたらそのうちにね大村がうわーっとびっくりしたのね、うん、で何やっつって振り返ってみたら、うん、大村とあのさっきの笑い女至近距離で向かい合ってんの、でこの距離で、うん、笑ってるよ女もってこう笑ってる、この笑いながらよだれ垂らしてるから大村の顔にこの唾がブワーかかってんの、うん、で大村が両手をバーンって突き出して、うん、ね、その笑い女が押し倒したの、押し倒して、うん、そしたら笑い女フラフラしながら倒れてね、うん、尻餅をペタンとついて、はい、うん、それでもねまだ笑ってんのかって言うずっと笑ってんだな、尻もつきながらもね、はい、で買い物客とか店員とかが遠巻きにちょっとやばくないみたいになってて、ちょっとで止めなきゃみたいな、でちょっと気まずくなってきたから、はいはいはい、もう適当にチューハイバー入れて、はい、もう早く会計済ませようっつって、はいはい、で会計済まして、で笑いをねちょっと謝ろうかなと思ったんだけど、ちょっともうよく分かんないじゃない、うん、この状況が、まあまあね、で間に入るのも変やから、うん、もうちょっとやめといた、はい、で何があったのかをね大村に聞いてみたんですよ、うんうんうん、そしたら大村が言うにはね、うん、いやさお前が酒選んでるの眺めてさこうボーっとしたんだよって、うん、そしたら耳元でな気持ち悪い笑い声聞こえたんだよって、うん、で驚いて振り返ってみたらさ、うん、すぐ目の前にあの女の顔があったんだよって、うん、なるほど、でね、うん、気持ちが悪かったから、はい、とっさに突き飛ばしてしまったと、それからよく見たらあいつって何かね、うん、付け加えかけたんだけども、うん、途中でねやめるんですよ大村が、え、うん、口ごもって最後まで聞かせてくれない、大村言えよ、で部屋に帰ってからねまた飲み始めるんですけど、はあ、大村ねでもさっきそういうことあったからちょっともうテンションも上がりきれないんですよ、まあ、そうでしょうやっぱりさっきまではすごい楽しかったのに、うんうん、なんかちょっとテンション下がってきてて、うん、でなんかね黙る時間お互いがさっきまでなかったのよ、さっきまでワイワイワイしてたのに楽しいねってなっちゃう、急に沈黙して酒だけ飲むみたいなそんな時間が流れ出して、うんうん、でそのねお互いが黙ってしまう空気がこうねちょっと流れてると、うん、なんかこう大村はキョロ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 、うん、なんかを探してるんですよ、うん、で、なんか気にもなるから、めっちゃ気になる、うん、でもうゲームでもしようっつって、はい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 、なんかこう大村からね言ってきたんですよ、うん、そうなんだ、うん、急に何何っつって、はあ、いやお前からゲームって珍しいないみたいになって、ね、はいはい、で某あの無双ゲームをね、やるんですよ、ね、はいはいはい、3らしいんですけど、そうなんですね、いろいろありますよ無双のやつはね、戦国か三国かは分からないです、なんかもうちょっといろいろあるよね、なんかいやもういろいろ発生しますよ、そうだよ、ね、今そうだよ、ね、北斗無双もあればワンピース無双ガンダム無双までありますから、あこれどれか特定するのは難しいですね、難しいです、はい、ただ新無双3と書いてあるのでおそらく三国か戦国かなんですね、ちょっと分かるまで止めよう、え何だろうこれ、これは戦国だと思うな、いや止める人いねえんだよこの2人考えてみたら俺から流れ作っちゃったけど止める人いないからねこれねで、はい、まあまああれさ夢中になったらもう抜けられへんようになるから、それはもちろんそれだってずっとねやっちゃうやっちゃうからね、うん、でうわーって俺はこうなってたけど、うん、大村がね、うん、ちょっとその最初はテンション低かったのに、うん、こう元気になってきて、やっぱやっ切りまくってるから、あうわーってなってきた、うん、でそうこうしてる
るうちに、そろそろバスがなくなるよっていうね、はいはいはい、時間になってきて、うん、ああもう帰んないとっていうので帰っていった、うんうん、なるほど。でもうこの時点では結局楽しい回としてもう終わってるから、ね、うん、あのスーパーでの一連忘れてたんですよ、はいはいはい、もうね、うん、次の日から大村の行動がおかしくなり始める、うん、なんかね今までそんなことなかったのに、うん、やたらウォークマンで音楽聴くんですよ。おー、はい、はいはい、で別にそれ自体は変ではないじゃない、うん、ね、別にね。で出勤途中に顔を合わせてこっちから声かけるじゃない、うん、で軽く手を挙げてくるだけでイヤホン外さないんですよ。ああなるほど。で聞いてんのね、うん、何あいつっつって近寄ってくるじゃない、うん、近寄ってったらもうね音漏れがすごいの、うん、ってことはものすごい大音響で音楽聴いとるんですよね、うん、はいはい。で何やこいつと思ったんだけど、うん、その時はまあ別に何も言わずにね、うん、でそれが昼休みにまで音楽聴くようになってきたんですよ、今までは普通に飯行ってたのに、うん、でなんかね、おお大村飯食いに行こうぜって誘うじゃない。うん、いやいやいや、もう音楽聴きながらどっか行くんですよ、うん、どっか行っちゃった。で一番変なのが、うん、仕事中にずっとイヤホンで音楽聴くようになってて、ちょっとおかしいねそれは、うん、でさすがにおかしいなと思ってね、うん、ちょっと上の先輩が怒ったんですよ、うんうん。でそれから仕事中に音楽聴くようなことはなくなったんだけども、うん、その代わりに、うん、ずっと独り言言ってるんですよ。今までは音楽聴いてそういうことなかったんだけど、はい、音楽をやめさせたらずっとねこうパソコン打ちながらうるさい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 やめろやめろあー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 っていうね、だいぶですね、そうこういう状況になってきてると、はいはい、で周りが注意してもやめようとしない、でみんなもう気持ち悪がってたの周りもね、うんうんうん、で見るに見かねてちょっともう話そうと思って、うん、大村呼び止めたの帰りにね、うん、で大村最初はねちょっと渋ったんすよ、うん、俺が話しかけて、うん、ちょっと話あんねんけどって言ったら、うん、いやみたいな感じで渋ったけど、うん、まあまあ賑やかなところだったら話してもいいよって言うてきた、うん、譲ってね、うん、だからファミレス行ったんすよ、はいはいはい。でファミレスってまあそこそこ混んでるからね、夜の時間帯ってね、うん、で高校生とかがねはしゃいでるから、まあ、大丈夫だろうっつって、うん、で、俺が最近のお前はおかしいよって切り出したんですよね、うん、そしたら大村は自分でも分かってるよと、うん、はい、分かってんだ、うん、分かってるよって言ってこっちからの質問がなかったにもかかわらず急に一人で勝手に喋り出したんですけど、うん、なかなかね要領を得てないんですよ。そうなんだ、うん、で辻褄が合わないというか、でも大雑把にちょっとまとめてきたと、うん、はいはいはい、まとめた話はこんな感じ、うん、例のスーパーでの一件以降、うん、ふとした拍子にあの笑い女のっていう笑い声が聞こえると。で初めはかすかだったと、うん、ぐらいの、ね、軽い感じだったんで、はいはい、空耳かなあの時のトラウマというか、覚えてるから、ね、なんとなく思い出してかなとも思ったんだけど、うん、ちょうど背後からだんだん近づいてきてるような感じがする、うん、それが日に日にもう追うごとに笑い声が大きくなってきてしまってる。そうなんだ。で周りで何かの音、例えば音楽とか人の声とかがしてるような時に笑い声は聞こえてないんだけど、そういうことね。でもふと無音状態になると、はいはいはい、ヒャッヒャッヒャッが聞こえてくる。へー、でも今となったらもうね、うん、ちょっとぐらいあたりが騒がしくても、うん、それよりも大きい声で笑い声が聞こえてくるようになっちゃったと、はい、で何よりもしんどいのが夜中、もう寝ようと思ってさ、電気消すと部屋中にこれは無理、無理ですね、鳴り響くんですよ、寝れないわ。で、うん、まとめるとまあこんな感じなんだけども、うん、実際に話してる途中でいきなり大声を出したり、あいつがあいつがとか言うんですよ急に、はいはい、だから内容をつかむにはかなり時間がかかったんだけども、なるほど、そんな感じだと、うん、しまいにはね最後の方、うん、俺あの女に呪われたわつ、あいつ多分幽霊とかなんちゃうかなみたいな、まずいねこれはね。で俺が何よりもまず思ったのは、大村は変な妄想に取りつかれてしまっていると、うんうん、で笑い女は幽霊なんかではなかったし、うん、ね、ちょっと変わり者、街の変わり者やったし、うん、その証拠にあの日以降も俺は笑い女がスーパーで買い物をしてるとかも何回も見てる、なるほど、実在している人間だと、うん、で笑い声が独特で気持ちが悪いから耳に残ったっていうのと、うん、大村自身もあの罪悪感があったんだろうと、うん、なるほどね、でそういうのが複雑に絡み合って妄想だと、はい、ね、うん、妄想が
カースを作り出してしまった笑い声だと思ったんですね、うん、で大体スーパーに出る幽霊っていうのもなんだか間抜けだと思うし、まあね、そう言って聞かせても大村はね言うこと聞いてくれないですよ、うん、もう思い込んでるからね、そうだってね、であれは呪いだと、うん、幽霊だっつって俺は呪われてるんだみたいな、もう繰り返してて、うん、でもだんだん腹立ってくるんですよ ね、まあ、ねでこっちのね相談乗ってんのにもかかわらず、はいはい、通すからね、その意見をね、そう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 、じゃあお前そんだけ言うんだったらちょっと今からスーパー行こうぜ、ほう、大村がねしつこいから、はい、もう実際連れて行って、なるほど、幽霊じゃないよっていうのを見せてね、証明ねしてあげたら治るんじゃないかと、はい、めちゃくちゃ嫌がる、いや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 と会いたくないんでしょ、だから無理だからと、うん、ね、絶対嫌なの構えですね、絶対に嫌だからと、はい、でも引きずるようにして行った、ね、うん、例のスーパー行くわけですよ、はいはい、で、まあ、会社からなんでね電車2人に乗らないといけないんですけど、うんうん、電車の中でもずっと無理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 ずっと言ってるんですよね、はいはいはい、でスーパーの前まで続いて、うん、で大村がやっぱダダこねるんですよ、行きたくないっつってね、うんうんうん、で言うからもう仕方ないからね、店の前の駐輪場から覗こうと、はい、ああそういうことか、ね、外からね、うん、なるほど、でも大村は帰るっつって、うん、でもう仕方ないから、うん、もう大村に無理やり見せて証明させてあげたいから、うんうんうん、あの女だよっているじゃないかと、肩掴んで逃げられへんようにしてね、うん、でこう見せようと思うんだけど、うん、どっかしらものすごい嫌がってるこの大村のこの状況を楽しんでる自分もいたんですよ。ああ、なるほど、はい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 、心のどこかでってことだね、弱者をいたぶるじゃないけどね、うん、けど、はい、ガラス越しに店内眺めてみたんですが、あの笑い女いなかったんですよ。ああ、そうなんだ。でも時間帯的にはいつもいてる時間なのね、うん、うん、で、うん、まあまあ失敗に終わると、うん、これはまずいなと、うんうん、笑い女ここで連れてきたからには見せておかないと、そうだよね、不安がね、余計に幽霊だと思われてしまうと、うん、いねえじゃねえかよってなるから、うん、で粘ったんですよ、うん、でそのうちね、まあ、しばらく待ってる間もねクタ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 ってなってて、うん、そのうちもう両耳塞いでもうもうなってるんですよ、無理だ無理だ無理だってなってて、うんうん、でやばい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 なってて、でなんか言うてて、うん、大村がね、でそれ何言ってるかってこう聞いてみたら、うん、聞こえるや聞こえるや聞こえるよって言って、聞こえるよ、呪われたやっぱりっつって、もういよいよおかしになってきてて、取り込まれちゃってんそれにも、でね、そんな感じだけど俺はそれが笑い女の呪いなんかで聞こえてるわけじゃないってはっきり気づいてるんですよ、うん、なぜなら、うん、その笑い声、うん、俺も聞こえてるんです。え、首だけを横に向けて振り返ると、うん、俺に肩を掴まれた大村の真後ろに笑い女が立ってるんですよ。で後ろに立ちながらって笑いながらずっとよだれたらしいんですよね。で俺は大村が絶対に後ろ振り返らないようにもう肩を押さえながら力を込める、でただでさえ笑い女が怖がってる大村がこんな至近距離でね向かい合ったらいよいよ狂ってしまうじゃない、うん、で少しだけね時間が経つと、まあまあ笑い女はねスーパーとは逆の方向に笑いながら去っていったんですけどね、うんうん、でこの立ち去り際ですよ、笑い女の顔がね俺の方を向いたんです、うん、で俺はそれまで笑い女を遠巻きに見たことあってもあんな至近距離でしかも真正面から見たことはなかったんですね。で実際見てみると、うん、口はすごい開かれてんのに、うん、ボサボサの髪の中でこっちを向いてる目だけ、うん、にんまりした口でヒャヒャヒャ言ってんのに目だけマジなんです。うわ怖いね怖っ言ってんすよね、全然笑ってないんですよ、はい、はい、で怖いと思ったのはでもねそんなことじゃなくて、え、うん、それも怖いんだけど、うん、笑い女の口そのもの、口そのものがね、うん、こうよだれがね、はい、唇のそばで泡になってるんですよ。あ、分かるよ、はいはいはい、ね、芸人が滑った時によう出てくるあの白い泡ね。分かりますよ、はいはいはい、それ相方として横で見てるとなんかあれ不安になってくるね、ここね、こう取れよとか不安なんないやって思うやつね、あれね、あるんですよ。でね、この唾溜まってて、はいはい、でその笑い女の口、うん、歯がないんですよ。歯ないの、うん、でもうね、もう自分勝手なことしたなってね、その時思っちゃって、
で大村ずっと震えてて、うん、でまあ無理やりねちょっとバスに乗せて一人帰らしたわけなんだけど、はい、もうその時の俺にとってもう大村のことどうでもいいんですよ、うん、ただただ自分が見たあの笑い女の、ね、見た目が気持ち悪かったから、はい、もうそれがもう怖くて怖くて、うん、で早く自分の部屋に帰りたいっていうね、うん、一心で帰ったんですよ、はい、その日以来大村会社に来なくなったんですよ、あいつこの年末の時期にサボりかよみたいなみんな言うわけでね、はい、無断欠勤が続いて、うん、でもいくらなんでもおかしいじゃない、ね、連絡がないってことは、うん、そのうちに大村が死んだってことが分かったんです。先週の金曜日に、はい、今となっては大村も気づいていたのかは分からないけども、うん、俺にははっきり分かってることが一つだけあって、うん、笑い女のいやヤッハ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 ッっていうのは笑い声じゃないんですよ。え、歯がないんですね。歯がない状況で痛っていうのが歯がないからヤッハッハッってなってたんですよ、ね、終わりです。昔、はい、ひいばあちゃんから聞いた話、うん、ひいばあちゃんは中部地方の山の中の集落出身、うん、子供の頃両親が亡くなって兄は奉公に出て幼かったばあちゃん、うん、庄屋の家に引き取られた、うん、ばあちゃんは二個上の庄屋のお嬢さんの遊び仲間兼お付きの女中になったんですよね、うん、でばあちゃんもですね礼儀作法とか読み書きを厳しく仕込まれるわけで、うん、年が近かったせいかお嬢さんがお姉ちゃんのように思えて、うん、でお嬢さんもばあちゃんを妹のように可愛がってくれた、うん、ばあちゃんがまあ今で言う中二の頃、はい、村でちょっと問題が起きるんですよね、うん、最初は村の中の花つまみ者が死んだんです、はい、神仏を信じず、うん、地蔵や岩に彫った神様に小便引っ掛けたり、これひどい、お供え物とかを蹴散らしたり、ああ入っちゃいけない場所に入ったり、すごい、天狗を見た梢に化け物がいるといい、夕方に枝の上から大声を出すんだと、水をかけるといった具合で親もサジを投げてね、もう村八分状態になってしまってるんです。なるほど、はい、でそんな男が、うん、まあ、死んだんで、まあまあ、あの普段の行いからいくと、うん、まあ、たたりですよ、うん、ね、そう考えるでしょ。もしくは話の終盤に出ていた天狗、はい、天狗の仕業じゃないかと。あ、なるほど、はい、で、山の中のね高い木の下で死んだんです。だから、うん、まあ、天狗の仕業じゃないかみたいな、うん、なるほど、天狗有力説がね、伏見でも言われて、はい、伏見でも言われて、取り扱ったの、これ、うん、これ未解決だっつって、すごいよ。でも多分相当台本短かったんじゃないの。それ短かったと思います。そうだね、あの栗焼きも台本作りに悩んだらしいです。他の事件とつなげたやつでしょ。そうそうそう、多分それだったらね、これはね。でね、うん、そのうちですよ、はい、そんな困難があって、そんな困難があってね、うん、立て続けに村人たちも事故に遭うようになるんですよ。慣れた道なのにこけてね、木から落ちたりとか、もうなんかもうちっちゃい事故が相次いで、はい、でもういよいよ天狗が起こっとるぞと、うん、村人中なるんですよね、はい、でまあまあだんだん話も大きくなってきて、うん、でもう何やったらたたり恐れてちょっと逃げる人とかも出てきたんですよ。ここはやばいと、はいはい、でたたりを沈めないといけないなっていう会合が開かれてね、はあ、で天狗に生贄を捧げましょうみたいな定番の流れになるわけですよ。生贄案じゃないですか、これは。もう私女中でこうね庄屋に連れてこられたから、あ、なりそう、生贄筆頭じゃないみたいになって、ばあちゃん震えてるんですよ。はいはいはい、で山の中の集落でね年頃の娘も少ないんですよ。ああ、そうなんだね、やっぱり。で話し合いの末に庄屋、うん、が金を出すからと説得して、うん、山をいくつか越えた先にあるこう集落にね、うん、あの拝み屋さん、ばあさんなんですけども、拝み屋さんがおるから、うん、ちょっとねもう連れてこようってなって、はい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 、で迎えの者がこう村をね、うん、出発してったんですけど、はいはい、半月経っても帰ってこないんですよ。で、ばあちゃんもですね、お嬢さんが屋敷から外に出てしまうと、うん、じっと見てくる村人もいてね、うん、もうなんかちょっと村の雰囲気が悪すぎて気持ち悪いと、うん、はい、で屋敷の外にも出ないようにした、うん、で、年数の女中仲間たちもですね、他の方向にもたたりの噂話をすることももうなくなってしまって、うん、なるほど、ね、もうやめようみたいな、はいはいはい、で庄屋も顔色が優れないようになってしまって、
で、うん、なんでねそんな空気が悪くなってたかっていうのが、うん、もうこの村の会合で、うん、この村からとうとう生贄出そうっていうことが決まってしまったんだ。誰かしらを出そうと思う、うん、ってなったら私かもしれないし、まあ思うわな、お嬢さんかもしれない、いやでもこれはないかみたいな、うん、なんかもういろんな考えがこうあって、なるほど、もう怯えてたんですけども、うん、ただお嬢さんはですね、うん、あの変わらずに気丈に振る舞っていたらしいんです。あ、そうなんだ、はいはいはい、元気出しなよみたいな、そんなある日お嬢さんが消えるんですよ。え、朝起きてね、うん、お嬢さん起こしに行ったんです、うん、でもそこにお嬢さんいないんですよ。いないんかい。雨戸は内側から缶抜きかかってるし、うん、布団まだあったかいんですよ。え、うん、で布団の上に木の葉が1枚だけ落ちたんです。着物と草履はなくなってたんですけど他全部残っていた。ほう、大騒ぎですよ、うん、逃げたという人もいるけど逃げるわけないじゃない、まあねね、お嬢さんが一人で、うん、だから天狗のせいだみたいになったんですよ、お嬢さんが草履履きで山を越えて行くなんて考えられないし、はいはいはい、ね、次第に天狗がさらったんだっていう話になるわけで ね、 なんかね、で拝み屋を迎えに行った一行戻ってきたのはそんな頃だったんですよね。あ、戻ってきたの、戻ってきたんですよ。よかったよかった。それはでばあちゃんはですね、その拝み屋を一目見て震え上がったらしいんですけど、うん、拝み屋のばあさん盛大な祭壇を作って神様を拝み出したんですね、うん、ほうほう、でその時に村人一同を集めて村人一同を叱りつけたんですよね、拝み屋が。そうなんだ。で拝み屋のばあさん曰くですよ、はあ、今回の騒動は村人の不審心から起こったことだと。そうなんですか。最初に男が死んだのは本人のせいだった。あ、そうなんだ。でもな、神様に罰当たりなことばかりしていたから、うん、村の神も山の神も男を守ってくれなくなったんだと、うん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 、それでとうとう木に登ろうとして足を滑らせて落ちて死んだ、うん、天狗は確かにいたらしいんです、うん、でも元からいた天狗ではなくて、うん、大天狗の使いの帰りに立ち寄っただけの天狗らしいんですよ、そうなんだ。ここにいる天狗、うん、で死んだ男が無礼を働いてたので、うん、これ神聖なね天狗やのに、うん、この村人のね、わっきょからやつに、うん、この失礼なことされたから、うん、汚れてしまって、はあはあ、その大天狗様のところに帰れなくなってしまった。そういうことか。帰られへんやないかってなって、じゃけんなと、お前何してくれんねんっつって、で汚れを落とすまで山の中にいたんです天狗は。あ、はあはあはあ、で山や村の神様は怒ったのも、うん、そのせいでね、うん、天狗に何してくれたんだっていうので神様一度怒っとるんですよ、はいはい、で自分が守る村人たちが天狗に無礼を働いてしまったということで申し訳ねえってなって神様が、なるほど、お前ら何してくれたんだよ、はい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 、ね、俺らも怒られなかみたいなってね神様地元の先輩みたいな感じですよ、なんかね、ね、はい、でその後の村人の怪我は、うん、まあ、不審心の結果、はい、こういうことになってるんだよと、はい、で男の人は一連のことを神様のせいにしてね騒いだじゃない、うん、そうだね、そうそう、だからお前らのせいでなってんのにこんなボケがと、なるほど、ね、何わしゃらのせいにしてくれとんねんってなったんです神様が、はいはい、で庄屋の娘、はいはいはい、じゃあなんでいなくなったのよってなるじゃない、うん、これは神隠し、神隠しだったんだ。村人がですね、うん、娘にね、無体なことをしようとしたから、うんうん、神様が、うん、あのさ村人見てたじゃない、うん、お嬢さんのこと、はい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 、みたいな、あれって覗いてた、あの生贄にみたいなんじゃなくて、うん、やろうとした、村人たちが、そういうことか、それを神様がかわいそうやなと思って、うん、守るために隠したわけだ、連れて行ったんです。へー、だから娘、あのね、お嬢さんはもう神様の領域に行ってしまったから、うん、もう帰ってこないよと、うん、だからもうあのお嬢様は逆に神様として祭りなさいよと。なるほど。それでもね、みたいになってて、で村人も反省した様子 で、はい、でみんなで神様に謝ってね、うん、でお嬢さんをお祭りして拝み屋にもうね拝んでいただいて、うんうん、で屋敷の中にももうこの神隠しになってしまったお嬢さんを祭るその社も建ててね、はいはい、で拝んでもらったと、うん、でばあちゃんそれからしばらくですね庄屋の家で働いたんだけども、うん、お嬢さんがいないんで、うん、もうこれ働いてもねもうしょうがないと、ね、兄を頼って町に出たんですって、はい、でその時庄屋から結構な退職金もらったんですよ。あ、でばあさんが結婚した時も庄屋がいろいろ面倒見てくれてね、娘代わりかな、なるほどね、そんな感じでいろいろ世話していただいて、うん、でも空襲の時に
焼けてしまったんですって、うん、戦争の時にふるさとの、ね、村とは縁が切れてしまったと、うん、おばあちゃん言ってましたと、うん、でばあちゃんはその話をしながらねこう泣きながらねこう話してくれたんだけども、うん、俺がばあちゃんにお嬢さんを連れていくなんてひどい神様だねって言うたら、うん、めちゃくちゃ怒られたんですよ、うん、で一つだけ教えてくれたことがあって、うん、あの日お嬢さんがいなくなった日なんだけど、うん、ばあちゃんね雨戸を開けたんだって、うん、はい、で、雨戸を開けたんだけど勘抜きは降りてなかった、うん、だからお嬢さんは、うん、自分から出て行ったんじゃないか、そうなんだ、勘抜き開けてないから、なるほどね、うん、でも布団の上の葉っぱ、この葉が、この葉はあれはマジで本当に落ちてて、うん、なるほど、でそれもね山の中にしかない木の木の葉なんですって、あ、これ不思議ですね、はい、で拝み屋のばあさんはそれも全部知っているようだったんで、こっそりその周りに言うたらさ、うん、なんか嫌がられるし、嫌がられるから、はいはい、こっそりその拝み屋のおばあさんに話したんだって、うんうん、そしたらねそのことは絶対にもう言っちゃダメだよって言うなと、うん、黙っていなさいって、なるほど、ね、で娘は神様が連れて行った、それが一番もう収まりがつく大事なことだからと、でそれを聞いてばあちゃん声を上げて泣いた、うん、まあ話の流れはこれで終わりなんですが、うん、まあ、ひいばあちゃんこうねお嬢さんはとても優しくて綺麗な人だと言っていましたと、うん、そしてボロボロ涙をこぼしていましたということで、うん、まあ締めくくられてはいるんですけども、なるほどね。